さあやっていきましょう。今回は10日フィオーナ使います。アンダーザシー、性能見ていきましょう。混乱スキル、自分のデッキの駒が全て魔属性であり2枚場外しで発動。この駒が盤面で表になっている1ターンの間、相手の手駒をランダムで3枚混乱状態にすると。でコンボスキルが通常攻撃ダメージの 100% の追加特殊ということで、コンボスキル強いですね。これ無条件で発動しますからね。でこのスキルなんですが、まあ、混乱スキルということで、今までね混乱スキルって発動条件が難しかったんですけど、このフィオーナはね、マタンであれば2枚場外しで発動するんですね。まあ、1ターンしか効かないとはいえ、これは強力なんじゃないかということで、今回は、まあ、そのマタンっていう条件もあるということで、呪い混乱デッキ組んできました。リーダーエルダーオードナーで S4B2 ですね。まあ、S4B2 の理由としてはガエタノが入ってるからですね。コスト130こいつが食っちゃってるんで、まあとはいえ、まあ、呪い続けて、まあそのガエタノとか、まあそれこそこのエルダーオードナーで序盤から呪っていって、まあ、中盤から終盤にかけてフィオーナを出して、呪いと混乱で相手の手駒をしっちゃかめっちゃかにしてやろうという、そういうデッキでございます。ではやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。これは呪い対決になりそうというか、呪い対決になりますね。これ先行を制した者がゲームを制すかもしれない。やったぜー、オーケー。これでもまあ一回もうアルカードスタートでいいですか。よろしいようで、オッケーオッケーオッケー、わかりました。で、アルカードスタートから次エルダーオードナー打って、まあ多分相手ロスカは3手目に打つと思うので、そうですね、それに合わせてルキア打つとこれ有効ですね。ロスカを出させない戦法でいきましょう。いやらしく行こうじゃないか、先行引いたからにはな。と思いきやここでエルダーオードナー出せない。ちょっと待って、これマフーバー返し、マフーバー返しですか。あ、マフーバー返しですねこれね。オーケーオーケー、まあいいだろう、うん、ええやろ。あ、間違えた。あー、違う違う違う、そこじゃない、そこじゃない、ちょっと待って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 、間違えた。 B3 に置こうとしたら B の2に置いてしまった。いやでもここはここでね、回復マス X にあって、角ダメマスとかだとこの攻め方は強いんですけど、間違えたな。まあいいや、うん。まあいいや、いいや、いいや。お、というわけでそっち、あー、コンボスキル使っていくスタイル、そして吸収していく。はい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 。これどうしようかな。ロスカでも相手出されても回収できますね。B の4で2枚返しすれば回収できそうなので、ここは呪ってもいいな。呪いましょう。うん。美しい舞をお見せいたしましょう。これはもう呪っていいや。で、ロスカ以外呪ってくれてもいいんやで。まあ、ロスカ呪ってくるから。であれば相手ロスカ出してくる可能性もあるが、まあまあまあ、そこは様子見ながらといった感じですね。ロスカはまだ出さない。ここ手駒ロックしてもいいな。どうしようかな。なるほど。ここ手駒ロックしていいな。ここ手駒ロックしてロスカを出させない。で、ロスカに呪いがかかっている。よし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 。はぁはぁはぁ、これなんだ。ハロウィンピリキナタ。じゃあクリスマスピリキナタか。なるほどね。こいつクリスマスだよね。オッケーオッケーオッケー。で、これロスカ出させないと。うい。やはり手駒ロック2枚詰めはこういうところが強いですよね。あー、ダブルカード。ダブルカードされちゃいましたね。はい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 。さあどうしようかな。まあ、下取ればいいかな、ここは。普通に。呪いましょう。うい。ただ2枚返しできる盤面を揃えておかないと、フィオーナを引いた時に混乱と呪いでね、攻めることができないんでね。お、いいね。オッケーオッケー。ロスカと呪いが被ってしまうと嫌だなと思ったんですけど、いい感じにばらついてくれましたね。うん、そう来てか。ルーシー、さあさあ、ルーシーの出番。ルーシーが出てきてしまうが、フィオーナさんいらっしゃいませ。オッケー。どうしようかな、一回ここ呪うべきだな。ロスカのコンボとか意外と受けたくないんだけど、ここでいいか。ここでルーシーを1枚消して、よし、これでいいや。で、ロスカのコンボは相手は多分打ってこない。そしたら F2 に、どうせ繋げられるんで、OK、OK、OK。多分ここはルーシーのコンボ使う。よしよし、使うね。よし、それ読みよ。それを読んでいたのさ。OK、OK。それ読みの動きです。さあ、これフィオーナ呪われたら美味しい。OK、OK、OK、OK。音声認識発動してるな。で、ここは攻めよう。相手も呪いかかってるし、攻めていい。ここ行きましょう。で、しかもこれね、何が素晴らしいかって、このフィオーナ相手に返されないんですね。なので、フィオーナのコンボスキルが、これ、確定なんですよ。よし、ここまでは私の思惑通り。そして呪っていく。いいね。さあ、これで呪い駒を出そうとすれば、相手はその盤面がどうなるかわからない状態。一番右の駒しか出せませんよ。どうする？ちょっと待って、ああ予想外。いやでも大丈夫ですね。呪いダメージもあるし、ここはもうタヌキで
ヒオーナのコンボ打ってる勝ちだな。いや、予想外ですね、これは。予想外です。はい。予想外ですが、これもタヌキとフィオナのコンボでダメージ与えて、ギリギリ残りますが、あとは呪いでフィニッシュよ。オッケー。ちょっと予想外でしたが、まあ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 、勝つことができました。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願い。これね、知り合いです。なんで潜ってんねん。いやいや、でもこれ手間強いな。これ呪うしかないだろう、もう。うん。なんで潜ってんねん。なんで潜ってんねん。オッケー。呪わせてもらおう。さあ、まずは、正月乱量。呪い体操第1。正月乱量。通常乱量。あれ、呪わないんだね。呪い体操第1って言ってるのにね。何を呪ってくれないんですね。まあ、しゃあないな。おっと、初手ある。ということは、2手目変音機の駒を置いてくるのではなかろうか。さあ、どうしよう。うい。動画的にはこれ、フィオーナ引かないと、ボツになってしまうかもしれない。頼む。これはね、ちょっと知り合いなんでできれば動画化したいんだが、ボツにはしたくないんだが、頼むぞ。乱量、呪い体操第2。オッケー。第2でやっと乱量呪ったけど、一番右の駒これ捨ててきそうだな。なんだろうな、あの駒。ソーディアンだった。あー。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。いや、まだこちらがいる。まだこちらがいる。来いや。ベリベリベリットから僕は、罠を仕掛け始めたよ。ベリットしか置けねえ。ベリット置こう。うん。これ、X 打ちしてきそうだな。X 打ちしてきたら、もうガイタノのコンボをそのまま一発殴るか。いや、クリアピとか来たらどうしよう。クリアピ来たらやばいな。クリアピ来たらやばいな。まあ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 、クリアピなんてそう簡単にはこれ。これ、まあまあまあ、ここでルキアね。まだマシ、まだマシ。オッケーオッケー。ベリット、出ちゃうけど、まあまあいいや。あー、わかった。これあのリュウマス狙ってるな、この人。あの D5 にコンボ強いやつ置いてリュウマス狙う形だと思うんで、これはこうだな。多分そういうことでしょう。ここ一回ベリともう一回ここを打っといて、まあでも乱量呪えてるからまだこちら有利だと思うんですよね。あー、でもポーリプス引いてたし、そしたらば F3 にポーリプス配置でもよかったかな、2手先で。まあいいや。さあ、罠ゴマ配置。あれは多分イベットだと思うんですよね。うん。さあ、これでフィオーナ引こう。フィオーナ。あ、いいね。いいよ。松本いいよ。で、どうしようかな。まあ、一回ちょっとこっち行くか。B4 にコンボ強いの置かれるとまずいけど、まあ別に、そしたら A5 で取れば問題ないからね。あそこ罠スキルだからね。オッケー、乱量をさらに呪っていく。よし。いやー、これはもう左から2番目来るんじゃないか。殴ってきたー、グイー、強すぎワルタンゴ。ちょっと待ってくださいよ。いや、ここ引け、来い。アヌビス。違うなー、アヌビスじゃないんだよな、引きたかったのは。いや、でもここはね、一回イグヤホで吸収しておきたいなー。こいつはまだ出せない。一回イグヤホで吸収だな。まあでも呪いもあるし、このターンでは相手飛ばせないな、まだ。ここ呪いで一発火力出して、つうかまあ、どうなるかな。でも3枚返し来るからな。オッケーね。いいね。ちょっと神境界エンデが強すぎワルタンゴですよ、これ。あ、強ポン。さあ、これは、どうしようか。行くか？ちょっと、チャレンジしていいですか？チャレンジ！おら、混乱じゃ！チャレンジ！いや、大丈夫。相手撃てるところ結構あるから、その中でこのソーディアの動線を引くなんてないだろ。で、多分、バイセ飛ばないはず、うん。え、ちょっと待って！あ、左から2番目。いや、大丈夫。左から2番目がさ、ほら、ジェインとかさ、そんなわけないじゃん？絶対ないから。ね、忍竜も撃てないから。ゲーいや、あ、よかった、避けたぜ！やった、これ一番右の駒。混乱から出てきた。あぶねえ。ナイスバトルすぎない？これはな、いや、待てよ。トゥーミエの可能性あるかな、あれ。まあ、2枚返しで いとこう。よし、あぶねえ。あーぶな。あ、まあ、イベットだったね、普通に。1枚返ししたかどうかも覚えてないというね。対戦ありがとうございました。フィオーナ強。
はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。最後本当にジェインが出てくると思いませんでしたが、ジェインは混乱状態だったんでソーディアの動線をうまく避けて、まあ、2枚返し来ましたけどギリギリ耐えて勝つことができました。いや、やっぱ混乱ってね、使われると厄介だと思うんですよね。実際めちゃくちゃ強いわけではないんですけど、こんな感じで、手駒ロックであったりとか、まあ、手駒をね、呪い状態と、あと混乱ということで相手の手駒をバグらせるパーティーデッキ結構面白いんで、ぜひ使ってみてください。楽しかった。というわけで今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。